スベン・ニクビストは、スウェーデンの撮影監督。生涯で120本余りの映画撮影を手掛けたが、特に、イングマ・ール・ベルイマン監督作品で有名。1972年の、叫びとさ、囁さきと1982年の、ファニーとアレクサンデルでアカデミー撮影賞を受賞。クロノベリ県のモレラ生まれ。両親はルター派の宣教師で、ベルギー領ンゴで働いていたため。 親戚に育てられた。19歳で、スウェーデンの映画業界に入り、カメラマンとなる。1943年から2年間、イタリアのチネチッタで働く。1945年、23歳の時に、撮影監督となった。ウッタ・ソダー・リンドと1952年に結婚し、カール・グスタフとヨハンの二児を設けるが、自宅にいる時間が少なく、16年後に離婚した。 その後、ヨハンは自殺している。1960年代今では、スウェーデン映画界で活躍していたが、その後は、アメリカやドイツ、フランスなどで活躍し、ウデアレン、ノーマン・ジュイソン、アンドレー・タルコフスキー、ルイマル、フォルカー・シュレンドルフ、ラッセ・ハルストレムなどの作品を手掛けた。1998年に、失語症を発症し、引退を余儀なくされた。ありがとうございます。